はい、どうも KB です。今日はですね、こんなのがあったら便利なんじゃないのかなっていうののシリーズ第3弾になりますね。今日は、ラックです。で、ツイッターのフォロワーさんもなんかこうラックを切りたいっていう話をしてて、あ、やっぱり同じことを考えてる人いるんだっていうのを思ったので、多分これはあったら本当に便利だと思うんですけど、例えばこれ今現在見えるのかな、これあのパールのラックを使ってるんですよ。でそのパールのラックっていうのがいくつだっけな、1メーターぐらいってもうサイズがもう決まっちゃってて、それより長いのもなければそれよりが短いものもないんですよ。っていうのもあって、あのまずいつもラック、まあ、ライブとかでも使うんですけど、そのまずケースがないですよ。そう、大体 その普通のスタンドケースっていうのはおそらく90センチが多分主流だと思うんですけど、その1メーターだと入らないんですよね。なのでもうそれをこう別のなんか本当なんか1メーター20ぐらいのソフトケースに入れて持ち運んでるんですけど、それがまず非常に不便っていうところがあるのと、であとその最近だとその口径のでかいバスドラを使う人って結構少なくなってると思うんですよね。まあ最近そのメインが20インチになってきてしまってるので、でそれこそもっと小さいと16とか14とかそういうなんかバスドラも今なんて発売してるぐらいなので、それでこの長さっていらないんですよね。なのでラックに関してはなんか例えばもうちょっといろんな長さが変えるようにしてほしいですよね。1メーター80センチ60センチぐらいの、まあ、3パターンぐらいでもいいと思うんですけど、なんかそれぐらいのなんか長さで発売してってもらえるとすごくなんかこうチョイスができて、そのセッティングに合わせたラックが組めるのになっていうのはずっと前から思ってることですね。で仮にそれだとなんかこうコストがかかるとかっていうことでしたら、なんかこうツインペダル の連結棒的な感じじゃないですけど、こう最初閉まってあってでそこからこうやってビヨーンってこう伸ばせれるっていうなんかバーがあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。で当然中からビヨーンってこう伸びてくるので、そこメインのこの幅と伸びたとこ の当然太さは違うじゃないですか。なのでメインのところのクランプ伸ばしブームしたところのクランプっていう感じで、そこのサイドにあったクランプさえ発売しておけば、そのもう持ち運びとかも簡単なのになっていうのは思いますよね。まあ、あとはその伸ばしたりとかってするとなると、問題点としてはそのメモリをどうしとくかっていう問題点もあるとは思うんですけど、なのでそこをここまでこう考えちゃうと普通に 1m80、60 っていう感じでなんかもう出しといた方の方がそのメモリーもちゃんとしておけるので便利なんじゃないかなと思いますね。ちょっとこれもしどこかのメーカーさん見てたら、どこか違うパルカとか見てたらなんか作ってもらいたいですね。個人的にそれこそなんか何て言うかな、パイプをなんかこう切って、うちだったらその溶接できるよとかっていうところももしあるんだったらなんかそれも紹介してもらいたいですね。何にしても短くしたいっていうのが本音です。
なのでちょっとその辺が何かあればなとは思いますよね。ちょっとこれ同意、ああ分かるっていう人もしいたら、なんかこれですか、いいねボタン、グッドか、なんか押しといてもらえると、ああこれだけいるのかなっていうのが分かるので押してもらいたいですね。以上です。